栗山和樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回PIST6初参戦になりますけど、お気持ちどうですか？そうですね。やっぱ現行の競輪とは違うので、こけないように頑張りたいです。PIST6のレースはご覧になられました？そうですね。岐阜でも結構行ってる子が多いので、そういう子のレースは何回か見ました。どうですか？レース見ての印象だったり、アドバイスもらったりとかありますか？そうですね。やっぱ速いスピードで展開されていくので、前々で頑張ってこいっていう感じでしたね。ご自身の長所と短所を教えてもらってもいいですか？そうですね。長い距離は踏めるので、できるだけ先行はしたいですし、けどちょっと気持ちが弱い部分があっていけないとこもあったりするので、そういうとこは改善していきたいですね。125キロの中ではもう一番の出世頭と本当に言える状態だと思うんですけど、どうですか？今回PIST6でも125期で一番乗りの優勝っていうのも狙ってますか？そうですね。やっぱ狙えることができるなら狙っていきたいですね。現行競輪でも特別勝敗果たして一場所走ってますけど、どうですか？チャレンジ戦とか A 級戦のその違いとか感じるとこありました？そうですね。やっぱ A 級戦になるとみんな個々でしっかり動いてきますし、やっぱ最後を指してくるなっていうところで、やっぱりみんな強いカットですね。今回同期も多く参戦してますけど、そのあたりやっぱり意識しますか？そうですね。同期軍の岩井君も一緒に来てるので、やっぱ岩井君には負けないように、あと周りの同期にも負けないように頑張っていきたいですね。じゃあ今回戦への意気込みを最後にお願いします。そうですね。しっかり決勝まで勝ち上がって、優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。横田龍斗選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回PIST6初参戦になりますけど、今のお気持ちどうですか？初めてのPIST6なんで、楽しみながらしっかりいい結果を出せるように頑張りたいと思います。PIST6のレースとかご覧になられました？はい、何本か見て、師匠も走ってたりするんで、そのレースはちゃんと見てましたね。どうですか？レースのイメージとか師匠の中松さんからアドバイスとかもらいました？やっぱり、周回数というかバンクが短いんで、しっかり前々で戦ってこいって師匠には言われました。現行競輪の方の話伺いたいんですけど、デビューしてまだ間もないですけど、ご自身でどういうふうに感じてますか？養成所の競争訓練で見つかった課題を一つ一つ今潰してるっていうところで、しっかりと成長はできてるかなって思います。競輪での長所短所、どちらも教えていただけてもいいですかね。自分の長所は地足がしっかりあるところで、短所はまだレース感がしっかりないところなので、そこはしっかり場数踏んで成長していきたいと思ってます。今回同期も多く参戦しますけど、どうですか？やはり負けたくないっていう気持ちありますか？そうですね。やっぱり、レースもそうですけど、タイムももちろん負けたくないですね。じゃあ最後に今回への意気込みお願いします。はい、2日間4レースでしっかり走り切りたいと思います。応援よろしくお願いします。松本光大選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回PIST6初参戦になりますけど、今のお気持ちどうですか？そうですね。やっぱ初めてなんで、とても緊張してるんですけど、自分なりの走りができたらいいかなと思ってます。PIST6のレースご覧になられました？そうですね。はい。YouTube とかで見てます。どうですか？レースのイメージとかできてます？そうですね。はい。大体はできてます。今のご自身の長所短所を教えてもらっていいですか？長所は長い距離を踏めることで、短所はダッシュ力があまりないことです。本デビューしてまだ間もないですけど、現行競輪の方での手応えはどうですか？そうですね。怪我が続いてて、あまり本調子ではないんですけども、ちょっとずつ進めているかなっていうところです。前回が復帰戦一場所走られましたけど、そのあたり感触どうでした？そうですね。復帰戦1レース目で1着取ることができたんで。いいレースだったかなと思ってます。今回戦、同期も多く参戦しますけど、そのあたり同期に対する思いってあります？そうですね。同期やっぱみんな強いんで、同期には勝てるように頑張りたいと思います。初参戦でまだ走ってないのでなかなか難しいと思うんですけど、どういった走りしていきたいですか？そうですね。積極的な走りができたらいいなと思ってます。じゃあ最後に今回戦への意気込みをお願いします。いそいそ全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。岩井慎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回PIST6初参戦になりますけど、今のお気持ちどうですか？はい、そうですね。初めて走るんですけど、気負わずに頑張りたいと思います。レースご覧になられましたか？はい、ちょっと YouTube でハロの動画とか見たりしてきました。どうですか？イメージとかこういう風に走るっていうそのご自身でのイメージは湧いてます？そうですね。先輩にハロンのタイムを測るときはライン取りが大事って言われました。はい。レースでの印象あります？レースはそうですね。とりあえず前々に踏んで着を狙いたいです。はい。ご自身での今の長所短所を教えてもらってもいいですか？はい、長所は持久力があることで、短所はダッシュ力が足りないところです。はい、それでもデビュー後かなり本当にいい成績残してると思いますけど、ご自身で手応えはどうですか？特賞できてないんで、特賞できるように頑張りたいです。今回同期も多く参戦しますけど、そのあたりやっぱり意識はしますか？はい、同期皆さん強いので頑張りたいです。今回目標ってどのあたりに置いてます？できれば優勝したいです。はい。じゃあ最後に今回の意気込みをお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。